昨日のゆるめロンの現場最高だったわ。この前もそのアイドルのライブ行ってたよね。推してるメンバーのことがいるのま、誰が好きっていうよりかは曲が好きだからな。曲がいいから推してるとこある。ああ、そうなんだ。最近はそのアイドルに夢中って感じそうだね。アイドル以外だと日曜朝からやってる魔法少女のアニメにハマってる。魔法少女のアニメ好きなんだ。え、いや、あれよ。オープニング曲がいいんだよ。曲がいいから好きなだけ。アニメは厳しくない。 アイドルとかはまだわかるよ。ライブの大半歌ってるから。ただアニメは内容がメインだから曲がいいから好きは言い訳としてちょっと厳しいかも。曲が変わってもそのアニメ見るだろう。別に言い訳とかじゃないけどな。最近ハマってるメイドカフェも店内の BGM がいいから行ってるし。厳しいって。メイドカフェはメイドに会うために行くもんだろう。 店内の BGM を浴びに行ってんだよそんな奴いないよ。メイドカフェでクラブみたいな楽しみ方してる奴いない。あとコスプレイヤーの写真を撮るのにもハマってる。曲がいいから。無理あるって。コスプレイヤー撮影する空間に曲なんかないだろう。あるよ。カメラのシャッター曲。シャッター音って言え。あれを曲として捉えるな。それにシャッター音が好きなら撮る対象コスプレイヤーである必要ないから。別に何が好きか人それぞれなんだから言い訳しなくていいって。まっすぐ好きな理由言えばいいじゃん。本当に曲がいいからハマってるものばっかりなんだよ。お前と仲いいのもお前がたまに口ずさんでる曲がいいからだし。俺のこと曲で押すなよ。